フォー、ストロー、フル、ダウン、タップアップで、これをやっていくんだけれども、まあ、まず一つ打ちをしっかりやっていこうということで、基本の構えというところからやりたいと思います。で、Dポジションなんだけれども、スティックを置きます。まず一回こう背筋を伸ばした状態、うん、で、腕が真横、体に対して真横、肘が曲がって、ちょっとこう手首叩いてお化けみたいな、そうそう、この状態で、はい、スティックをします。この練習台の高さが合ってるかどうかっていう、うん、だから例えばこれが、まあ、極端だけど、これは合ってないです。叩く座面を真ん中に合わせるだけ。この元々あるところにこう合わせに行っちゃうと、そのフォーム、デリーポジションっていうのがちょっと崩れちゃう。いいね。はい。で、持ち方、グリップ。ドラムセット、セットプレーでは基本中指してもいいと思います。で、3分の1。だいたいスティックの3分の1のバランスポイントになってきます。中指の第1関節、第2関節の間と、親指のこっちの側面の腹で握るような。うん、薬指ね、うん、薬指こういう、そう、こっちはこっちで、こっちの方が握力強いから、あのハードヒットするときとかはこっちすごい使う。他の指っていうのはそれだけで、人差し指これ伸びてんじゃん、どうするのっていうと、間違えてでもこういうふうにふたはしない。あ、うん、この動きをやって、でもこれだとちょっとこうブレたりするじゃん。これを補助したり、はい、腕に対してまっすぐにした、こういう、あの、犯人はお前だ、犯人はお前だそう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 、こういうふうに返さない、指だけ中指を引っ掛ける、中指を引っ掛ける、これが綺麗なストロークをやるための秘訣。構えた時のこの角度がハウスアングル、あのサザエさんの、そうサザエさんのエンディングの家の屋根ぐらいそうそうそう、でこれで構えます。腕こうあるけど、指、手首、肘、肩で、厳密で言えば肩甲骨が動いてる、肩回し、この時のこれ、あの右肘、左肘、ここに右肘みたいな、まああれはこうだけどこの座手の上下の動き、はい、ぐーっと上げていきます。横から見たら、まあ、90度もしくはちょっと角度つくぐらいまでいくと思った、うんうん、いいと思う。でね、本郷はね、もうね、ちょっとずれちゃってる、あの横に行っちゃってるから、この動きでいきたい、うん、そうそうそう、はい、次返せるところ、手首、ここまで来たら、はい、じゃあ肩から戻していきます。ゆっくりショットした時っていうのは指が下に乗ってる状態で、こういう風にしたらリバウンド、そう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 、あ、2人ともうまいね。上げて返して、下ろす下ろす、ショットリバウンドで、ここまで来たらやっとこれスタート、ここにエネルギーが乗っかってる状態、パン、これが常に一緒のところに戻るように調整していく。で、チップがこれが入った時に腕とまっすぐ入った、そう、綺麗に打つ方の中で、縦振りに関してはもうこれ以上もこれ以下もないぐらい、うん、止めた時にこうやっていったりしてると、これがうまくいってないと、うん、これがこういう風にいったりするとこういう風になっちゃう。はい、じゃあ次フルストローク、まあ、イメージとしてはチップの先にスーパーボールついてもらう、目視確認で、あの最初のこの構えてるところから叩いた後に同じところまで上がるかっていうのを確認する。はい、じゃあ次ダウンストロークで、しっかり手がデリーポジションで構えられてるかとか確認。はい、じゃあ次タップストロークで、こっから打とうとするとめちゃってついちゃう。1個分ぐらいで手トントンだ、トントントン、そうそう。じゃあ次アップストローク、こいつが問題、やかん座っちまった、もう一個やり方、グリップエンドを上げると。さっきまでがこういう縦振りだった人、グリップエンドを上げる、脇締めます。そうすると勝手に上がってくるよ、これ。じゃあここから戻してあげればダウンストローク、もしくはフルストロークいけるよね、うん、そう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 、アップアップダウン、アップダウン、アップダウン、ここから出て流れるように動いて、ワン、ツー、ダッ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、もう一回、ワン、ツー、スリー、次いきます、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、次いきます、ワン、ツー、スリー、フォー、
本郷もっとタップしてさ、そう、アクセントはどっちかというとそこを強く叩くっていうかはその前をしっかり上げるっていうイメージでやった方がいいかも。何でも音出すのって前準備が必要だから、あの歌だったらブレスだし、まあ、管楽器もブレス、打楽器も同じようにアクセントを強い音を出すためにはしっかり上げないといけないからね。これでは鳴らせないからで、あとこれもカウントができないと